浴衣を着て帯を締めようとして、鳩屋の帯に仕掛けがあることに気づいた。帯が前に来るところに10センチぐらいのファスナーがついていて、そこのところが袋状になっている。すなわち、そこの部分が財布になっているのだ。なるほど、これは便利だ。これも今度テレビ CM でお知らせした方がいい。鳩屋名物、前一列横スライドファスナー方式財布帯というのはどうか。海底温泉に行こうとエレベーターに乗ると、海底温泉仙石風呂3階という表示が出ている。海底温泉が3階に？と菊池補佐が驚きの声を上げる。海底を3階まで持ち上げちゃったんでしょうか？とわけのわからないことを言っている。とにもかくにも海底温泉はちゃんと3階にあった。かなり大きな大浴場である。幅 2.5 メートル、縦の長さ15メートルほどの長い浴槽があって、その浴槽の奥の壁面がガラス張りになっていて、 CM の通り大きな魚たちが泳いでいる。ガラスの壁面の高さは浴室の天井近くまである。浴室の入り口の反対側の窓から海が見える。空も見える。海底はどうなったのか。海底は我々の早とちりであった。浴室の壁にはこういう掲示があった。海底温泉当ホテルサンハトヤは、広大な海のリゾートに海底温泉という未知なる夢を実現すべく、長期間にわたり総力をかけてまいりました。そして海底ゆえの予測しがたい難関を特殊工法による最新技術でしのぎ抜き突破し、掘削すること1000メートル、ついに良質の温泉を掘り当てることに成功しました。中略、銀鱗をきらめかせつつ、遊泳する魚の群れを眺めながら、ゆったりと海底温泉に浸る醍醐味は、まさに至福そのものとの賛辞を賜っております。迂闊であった。査察班は、己の不明をつくすく恥じるのだった。辞書を引くまでもなく、温泉には、温泉を利用した浴場、あるいはその地名の意味と、湧出する湯そのものを指す場合と、二つの意味がある。鳩屋の海底温泉の海底は、浴場の方ではなく、湧出する湯の方を修飾していたのだ。それなのに我々が勝手に浴場の方だと解釈していたのだ。ホテル到着が5時30分、海底温泉の入浴に15分を費やし、なんだかんだで10分を費やし、今時刻は5時55分。夕食は200人収容のゴージャスなショーとディナーを楽しむためのレストランシアターで6時から始まる。本日のショーは中国雑技団のアクロバットショーと柳沢純子ショーだ。柳沢さんはあなたの片思いでデビュー後、ファンの注目を集めてテレビ、ラジオで活躍している歌手で、今夜は熱唱する魅惑のステージを見せてくれるのだ。このレストランシアターの客はほとんどが個人、すなわち家族連れで、いわゆる会社関係の団体さんは700畳の大清流大宴会場、その他5カ所の宴会場の方で大宴会を開いているのだ。老いた両親と息子夫婦と幼児もいれば、正しいフルムーンもいるし、正しくない不倫風もいる。正しいのか正しくないのかわからないカップルもいる。ショーの方は司会なしで、柳沢さんが衣装を取っ替え引っ替え歌い、時に大勢の踊り子を従えて踊り歌い、その合間に突然的に雑技団が
綱渡りや人間ピラミッドなどを行うというものである。その度に食事のテーブルの上が暗くなったり明るくなったりし、暗い時には料理がよく見えないということもあるが、それは明るくなった時によく見ておけばよいだけの話で、特に差し障りがあるということはなかった。我々のテーブルの上の料理は次のようなものである。1、船盛りの刺身、伊勢エビ、サザエ、白身魚。2、オードブル、枝豆、魚、かす漬け、ホタテ、キミズ、のせ、鶏肉、卵巻き。3、鉢物、湯葉、インゲン、ごま味噌和え、卵の寄せ物の上に穴子を乗せたもの。4、寄せ鍋、コンロ火付き。5、エビグラタン。6、刺身、マグロ、甘エビ、タイ、白身。7、酢の物、サーモン、タイのかぶら巻き。刺身がダブっているのは、宿泊料金が3万円の方は、2万円台の料理コース、プラス船盛りとなっているせいだ。宿泊料金は2万5千円よりで、その上は3万5千といくらでもある。料理そのものは、それぞれがそれなりの品質と対面と味を保っていて、それぞれにそれなりに検討しているという気がしないでもなかった。ショーが終わると、大ホールの舞台の反対側の天井から30羽ほどの白い鳩が飛び立ち、迷うことなく一斉に舞台めがけて飛んで行き、舞台天井に張られた一本のロープに一列に並んで止まった。客は思わず拍手し、そして思わず、鳩屋だからだ、鳩屋だからだ、と言い合い、うなずき合い、心から納得し合い、喜び合うのだった。査察班は忙しい。食事終了に合わせて、芸者2名が部屋に来ることになっている。鳩屋で芸者は呼べたのだ。呼んでもよかったのだ。着物姿の芸者さん2名を我々の12畳の部屋に招い、生じ入れ、いよいよ鳩屋で芸者をあげることになった。両名の名は、ケイカにエスカ。ケイカ嬢が推定年齢31歳、エスカ嬢は19歳、自分で自白。両名は互いに面識はなく、6時から8時までの団体のお相手をし、その終了後、直ちに2名のプロジェクトチームを組んで、個人の要請に応じたということが、両名の供述によって判明した。両名は手ぶらでやってきた。すなわち三味線なし、歌舞音曲なし、お話のみ。一般的に芸者をあげるという意味の中には、当然三味線が鳴り響き、歌舞音曲のひとときがあり、時には芸者も客も共に立ち上がって踊りの一つも踊るという部分が含まれているものだ。そういうひとときがあってこそ芸者をあげたという実感があるものである。しかし今回は芸者も客も座ったきりで、一度も立ち上がるということはなかった。こういうのは芸者をあげたとは言い難い。芸者を煮たとか、芸者を茹でたと言うべきなのだろうか。芸者の玉代は一人約1万6千円だった。時間は2時間。お話の内容は、伊東における芸者の現況、伊東市全体の景気、自らの生い立ち、私の趣味趣向、スマップの中の誰を私は一番好むか、といったものであった。お金を払ってお話を聞くという意味では、一種の講演会とも考えられる。大前健一さんとか、大体やねの竹村健一さんなんかの講演会とよく似ている形態ということができる。査察班は忙しい。講演会は1時間で切り上げていただいて、両名を伴ってスナックの査察に向かった。
査察に芸者同行ということになると、代議士などの視察に芸者同行と同様の後々問題になるかもしれないが、残り1時間の玉台が惜しかったのだ。鳩屋のスナックはやはりカラオケ台に占拠されていた。カラオケ族に占拠されていた。会社の旅行風男女七名グループ、それからここにもやはりフルムーン、不倫、カップルというおなじみの人々と、やたらにマイクを要求する不気味中年一人親父というのがいた。フルムーンの妻はカウンターでマイクを握って朗々と歌う中古の夫を頼もしそうに見つめるのだった。査察班は忙しい。ここでようやく時間切れの芸者を返すと、直ちに鳩屋のラーメン状況の視察に向かった。鳩屋のラーメン屋は誠に清潔であった。親父の目つきが真剣であった。果たしてラーメンは上出来であった。温泉旅館のラーメンとは思えないラーメンだった。800円だった。ビールも800円だった。ちなみにスナックのビールも800円だった。横置き引き抜き式の冷蔵庫のビールは770円だった。鳩屋の創業者は大資本ではなく、もともとサラリーマンであった原口誠二という人で、創業は昭和22年。鳩屋の CM ソングは作詞野坂明成、作曲泉拓である。以上で渾身のレポートを終わる。